広々とした初冬の河原でファントムツーの自動操縦撮影をしています。Wi-Fi 取得ができて、やっと自動操縦ができます。最近はコメントを文字だけではなく音声でも案内しています。やはり音声案内ができると映像も少しは賑やかになります。やり慣れない音声案内の機会に悩みながらの編集です。少しは映像に変化があるといいのかなと思った次第です。新しい機械を覚えるのは大変です。しかし覚えると楽しくなります。もう新しいことはやめればとも思うのですが、やめられないのです。ちょっと大変ですが、楽しくもあります。広い河原に浅い流れが見えます。カメラは広角なので広く景色が見えます。この付近で全工程の3分の1です。